サッカー中継をお待ちかねの皆さん、いかがお過ごしか。歓声に応える笛の音とともに、今ボールが蹴り出されます。右を守るのがスペイン、左にエンドを取るのがアルゼンチン。早野さん、この試合勝つためにはまず何に気をつけるべきですか。グラウンドはやはり軟弱になってますよね。パンチング、残念、ちょっと力が入ったか。決めなきゃダメだっていう気持ちが強すぎると思いますね。ちょっと無理があったか。通った、これがつながる。ナイスセーブ、シュート、パッと外れました。最低でもゴールの枠に蹴ってほしいものです。ワンプレーワンプレーをもっと大切にしてもらいたいですね。このパスが通った。さあドリブルで上がっていく、前に送った、マルカ、キーパーパン、決めた、決まった、放り込んだ、ゴールゴールゴール、ゴールゲット。前半戦中盤、スペイン日本、試合再開です。左へ送ります。さあ自ら攻め込みます。決めた、アルゼンチン、コーナーキックです。両チームの選手がペナルティーエリア付近に集まっています。あっとファールを取られました。スペイン、この位置から試合再開です。左へ送ります。前に出した、スローブロット、決まった、ナイスゴール。前半戦終盤、アルゼンチン1点を奪い取りました。これは今のゴールを決めたシーンのようですね。落ち着いて、まだ鳴りやまぬ歓声の中、試合再開です。8番ドリブルで攻め込みます。最後は誰で来るんでしょうか。右へパス、あーっと残念、オフサイドです。選手が完全に戻りきりませんでしたね。完全なオフサイドです。アルゼンチン、この位置からのフリーキックで試合再開です。左へ送ります。前に送りました。あとここで前半終了です。後半戦のキックオフを迎えます。先に勝ち越しゴールを挙げるのは果たしてどちらのどの選手か。狙った。右へ。右へ。グローブロット、キーパーパン。決まった、ナイスゴール。後半戦序盤、アルゼンチンゴールを奪いました。違う角度から今のプレーを見てみましょう。ナイスゴールです。嬉しいでしょうね。もう一度この喜びを味わいたい、その思いが選手をもう一段上の階層へと駆り立てるんですね。キックオフで試合再開です。スペイン、このドリブルから突破口を開けるのか。下半身が非常に安定してますね。一気に行くか。前にパス。さあクロスボールを上げられるか。これはお見事、アルゼンチン。コーナー、大切なコーナーキック、慎重に攻めていきたいところです。たまらずシュート、ボールは大きくそれていきます。
このドリブルが攻撃の拠点となることができるのか。最後は誰で来るんでしょうか。9番、速いドリブルで攻め込みます。見事なボールコントロールです。右へ出します。グローブロット、ナイスセーブ。もう絶対に入れさせない、その気迫がボールを止めましたね。右へ、前に出した。ドリブルで持ち込みます。シュート、体で止めた。敵の攻撃に対し全身で立ち向かいます。これは外れました。威力は十分あっただけに非常に惜しいシュートでしたね。ここで主審の長い笛、タイムアップです。2対1、アルゼンチン接戦を見事にものにしました。本日のこの試合、解説は早野宏さん、実況長坂でお送りいたしました。早野さん、ありがとうございました。失礼しました。それではお別れです。さよ。